イバン・ソーサは、コロンビア出身の自転車競技選手。ソーサは、コロンビア首都ボモタ近くにある、アンデス・サン・ムヤク地方の標高の高い町、クンディナ・マルカ県パスカ市の農家に生まれた。サイクリングファンである彼の父は、彼が賞賛した、コロンビアのサイクリストであるイバン・パーラにちなんで、息子にイバンという名前をつけた。ホハン・ガルシアのいとこであり、 コロンビアのサイクリストであるエガン・ベルナルトは親友。2016年はじめに、コロンビアからイタリアのエンポリに移住し、アマチュアチーム、マルチンティ・ランペダーリーバンカ・ディ・カンビアーノに所属。6月に行われた第79回スキーを、おっさりオ,ッサリオデル・パスビオで、初勝利を挙げた。イタリアのプロコンチネンタルチーム、アンドロー・ニジョ・カット・オリシ・デルメクに2017年から2年間所属する。 契約を2016年に締結。1月にブエルタ・オールテキラの第4ステージでプロとして初勝利を挙げた。2月に行われたコロンビアのステージレースツアーコロンビアでは総合6位の結果を残した。4月のツアーオブジアルプスではクリス・フルーム、ティボーピのファビオ・アルといった有力選手たちが参加していたにもかかわらず、 最初の二つの山岳ステージを共に3位でゴールし、翌日は総合リーダージャージを身につけた。しかし、第三ステージでの下りの場面でオートバイを含む、クラッシュに巻き込まれ、リーダージャージを失い、第五ステージでリタイア。ツアーオブジアルプスで印象的な走りを見せたが、チームマネージャーのジャンニサビオは、操作をジロでイタリアのチームメンバーに選ばなかった。これについて、才能を発見し、 少しずつ発展させ続けることが彼の哲学であると説明した。フルームヤールのような偉大なチャンピオンが出場したとは、いえ、ツアーオブジアルプスはわずか5日間のレースであり、距離も短いものでした。国際的な経験のない20歳の若い選手が200キロ以上のステージを持つジロでイタリアのような3週間のレースで走ることとはまた別です。とサビオは説明した。 その代わり、6月上旬に行われた、ルーマニアのステージレースである、ツアー・オブ・ビホルに、チームの一員として出場し、ステージ一勝と総合優勝、新人賞を獲得。同じ月の後半に、初開催となるイタリアのステージレース、アドリア・ティカ・ヨニカレースでも、ステージ一勝と総合優勝、新人賞を獲得した。その後、7月のシビウサイクリングツアーでは、総合、 三学ポイント、新人賞の4賞ジャージを独占。8月のブエルター・ブルゴスでも、総合、三学新人賞のジャージを獲得する活躍を見せた。ワールドチーム遺跡騒動捜査は、当初、2019年から、トレック・セガ・フレードと2年間の契約を行い、トレックは、捜査のリリース条項として12万ユーロを、当時の所属チームである、アンドローに除カット折りに支払った。 しかし、チームからの最初のプレスリリースと、捜査自身からのビデオメッセージが公開された後に、アルバラティ・ホンドリエストサイクリング・アカデミーと、ジュゼッペ・アクアドロの間で論争が起きた。アクアドロは、捜査の新たな代理人となり、トレックに対し契約を行わないことを主張した。アンドローにジョカットオリはリリース条項の金額をトレックに返済し、2018年11月下旬。 捜査が3年間の契約をチームスカイと結んだことを発表した。ありがとうございます。